どうもこんにちは、キムです。今日は豪華な方に来ていただいております。この方です。はい、豪華じゃないですけど、シンです。よろしくお願いします。シンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は未詳の話していきたいと思います、はい。まあ、ちょっと雑談ベースというか、そういった未詳のお話ですけれども、まあ、各地今アボカドが未詳アボカド作っていて燃えてる人たちが多いと思うんですよ。でもちろんこのチャンネルでも何人も取り上げてきましたし、継いでいない、まあ、未詳っていうのは種からそのまま生まれたものですけれども、まあ、親とは違うケースになるんで、まあ、新しい、個体になる。で、この新しい個体の新しいケースに期待して栽培してる。でどういうことかっていうと、まあ、各地いろいろアボカドって問題があって、例えば耐寒性が弱いよねとか、まあ、根腐れ、弱いよねとか、で高 pH 耐性欲しいよねとか、まあ、いろんな特性を期待してこう、まあ、味質が良くなるっていうのもありますけど、まあ、未詳で植えて、こう継がずにオリジナルを作って いこうっていう人たちが多いんですけど、はい、実はこの未詳でそういった狙ったケースができる可能性って、まあ、限りなく低いというか、まあ、そうですね、まあ、ほぼゼロだよねっていう話を今日したい。はい、で実はこの話って僕のオンラインサロンで確か2年前ぐらいからずっと書いてて、はい、最近も書いたんですけど、あのこれを分かってて未詳でやってる人と、全く分からずにその当たりのない宝くじを買い続けてる人たちが多いという話をちょっとしたい、はい、深掘り、はい。で今日シンさんはあの農学修士出てて、まあ、あの育種とか、まあ、ちょこちょこ早いやってる、ね、ラボでやっているので、まあ、この辺の、まあ、遺伝的な話っていうのはすごい得意なので、まあ、僕もよくあのいろいろ相談させてもらうこともあるし、ね、今回ちょっとあのうってつけだったんでいろいろとお話ししていきたいと思います。はい。でまあ基本的に何でもそうですけど、未詳から生まれる新しい個体っていうのは親の形質を引き継ぐんだけれども、うん、あのそれよりも優秀になる可能性はとりあえず低いっていうことで、で例えば根腐れ耐性とか何かしらの病気に対する耐性って、うん、もうその現行の品種が持っていない場合が多いんで、はい、そうですね、それを掛け合わせたところでそれが出てくるかって言われると基本はないで、うん、基本持っている品種を何回も何回も掛け合わせても基本世代が重なっていくことによって遺伝的多様性っていうのは狭くなっていくんですよ、うんうん、で大体はこれボトルネック効果っていうんですけど、この何も外から入れずにそのこの領域の個体だけでわーって世代交代をしていくと、どん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 特徴っていうのは狭くなっていく、もともとあった、たくさんあった特質が減っていくっていう流れになるんで、なんで日本人と日本人を掛け合わせてもヨーロッパ人とかアフリカ人っていきなりポンって出ないのと一緒で、もうその地にあったもう6回とか7回とか繰り返すともう固定されていくっていう言い方なんか近いかな、もしかすると持っている例えば園地にハスしかありませんとかベーコンしかありませんでピンカートンしかありませんみたいな、こう特定の品種しかありませんってなって、はい、でその親を使ったとって出ない、まあ、そうですね、出ない、出ないです、出ない。で多分まあ突然変異がない限りは多分そんな高い確率じゃ絶対出ないと思います。出ない、もうもう出ないあのアボカドの未詳からの開花のサイクルって7年とかなんで、うん、もう死ぬ、わかります、うん、もう野菜とかトマトとかいいですよ、もうすぐ開花結実して果実に なったり、あと耐性を確認するときにはもうあの、まあ、生殖成長とかある程度いくんで、うん、そういう耐性があるよねっていうのは調べることが、まあ、物理的には短いサイクルで可能なんですけど、もう果樹の場合は分かりにくい、非常に。そうですね、世代重ねるにしても、うん、1世代7年だとしたら、うん、基本的にトマトとかもその耐性を獲得するときにはどうするかっていうと、やっぱりその野生に生えている山奥とかにある、うんうん、あのリコパーシコンのなんかあのもう原種、その耐性をもともと保有していて今も存在していて、そういったものを外から持ってきてそいつの遺伝子を使うんです、うん、まあ、基本的にはそうですね、そう現行のものに入れるんですよ、それを。でそれをしかも何個体も作って、そこからその根腐れの培地みたいなところを作ってウイルスとかに勝負させて
そこから選抜していくっていう、入れてさらに選抜するっていう流れがあるんですよ、育種というのは。っていうのを考えると未生に未生で、ね、そうですね、そのこの地に合ったアボカドを作っていくんだっていうのも、うんうん、あの全然わかるんですけど、まあ、それやりたいんだったら、うん、もう現地から、うん、体感性にこれ強いよみたいなのを、うん、まあ、もう日本に持ち込んで、うん、それをこう食味のやつと掛け合わせて作るとか、そうそう、そういうのだったらまだ可能性はあるかもしれないですね。そう、ただもう今でもう体感性とかにまず弱い、体感性がないって分かってるようなものをこう掛け合わせて体感性強いものを作ろうとしても多分確かに相当難しいのかなって思いますね、やっぱ。そうそう、でアボカドの、まあ、学名ってあのペルシアアメリカーナって言うんですけど、例えば、まあ、ペルシアアメリカーナのいろんな変種、今、メキシコ系と西インド諸島系とグアテマラ系っていうのあるんですけど、バラエティのそれぞれ、まあ、アメリカーナとかドライミフォリアとかあるんですけど、これは交配することができて一応いろいろ子供が作れるんですけど、その中には多分ないんで、その根腐れ耐性がいいものってとか耐寒性が強いものって多分ないんで、まああるかもしれないんですけれども完璧なこのヒトフトラ根腐れみたいなのに対しての耐性っていうのはないから、あの例えばペルシア族の他のもの、種照明が違う、まあ一種、別種ってことでしょ。そうです、他のものをが耐性持ってることがあるんで、そいつに掛け合わせて新しい個体を作ったりするんですよ、うん、過去の研究とかでも、まあ、かかるかかからないかもしかもあるんですよ、これって同じ。あ、そう主観交配っていうのはね、そう組み合わせが大事だから、うんうんうん、すごい理想的な、うん、何この種の掛け合わせとかが分かれば、もしかすると可能性はあるかもしれないです、うん、そう、しかもそれもかなり難しい場合が多い、まあ、そんなことが可能になったらもうえぐいことになってますからね人間とさ、ゴリラ、人間とイノシシみたいなことが掛け合わせができないように、その交わらないような設計がもともとされてるのものを、まあ、無理やりなんかやっちゃうみたいなノリがあるんで、まあそういうことをしない限り、この耐寒性とか根腐れみたいなものを強く獲得するような個体は難しいと思う、うん、そうですね、っていうのを分からずに根腐れに強いものを作っていくんだっていう方とか、耐寒性がめちゃくちゃいいものを作っていくんだとかいう方がちょっと多いちょっと遺伝的多様性を大事にするっていうのは、うんうん、ここでもすごいちょっと飛んだ話になるのかな。あ、いいですよいいですよ、飛んでもいいですけど、やっぱりこの原産地でこうすごい 何千年とか、うん、こう野生で生きてきたってのはやっぱこういろんな竹、はいはい、いろんな形質持ったのがそうバラバラにいるから、うん、そこのものをしっかり保存して、うん、でいざとなった時に、うん、この原種から大事なんていうのいい形質持ったのを選んでくるっていうのが多分大事で、うん、大事だからアボカドも、うん、まあ、日本だけでやるのは多分難しいんで、そう理想的に言うならやっぱこう、うん、例えば原産地の周辺から例えばもう山奥とかもう昔の民家の家とか、うん、そういうところからこう野生から取ってきたような品種とか集めてきて、うん、あるもう管理する場所があって、うん、そこでこう形質の形質ってあのなんていうのそれぞれの性質、うん、それぞれの個体の性質とかをこうなんていうんですかまとめてあげて、うん、それをこう適切に使っていくみたいなのができるように、うん、まあ環境保護も大事っていう逆にそこにつながるとこでもあるんですよね。そうそうそう、いやそうそう、それも実はサランの記事に先週ちょっと書い実は書いててさ、あのアボカドって単一栽培されてるじゃないですか、うんうん、要はハスとかが、ま、世界の ワールドマーケットで売れるんで、うん、ハス一種だけをバッて植えるためにどうしてるかっていうと、森林の原野をバッて切り開いてさら地にしてハスだけ植えるんですけど、でもメキシコとかって原産地なんですけど、アボカドのその野生の原種ってその森にあるんですよ。ああ、そう。そこを全部引き払ってハスになっちゃうってこと。そこを全部バーってやって
ハスを植えて、で単一栽培のその脅威って遺伝子が一緒なんで、うん、病気にかかった瞬間にドバッと広がる、うん、でこの病気の耐性があるものがもともと野生種にはあって、それが交配、それの遺伝子を持ってこないとその遺伝子、その病気に対する抵抗性ってつかないんだけど、うん、もうハス単一栽培で森林バーンってやってるんでないんですよ、その遺伝子が。ちょっとそれはね、まずいかもしれないですね、うん、やっぱりこの、うん、そういう視点って結構大事で、はい、あの単一栽培ってあのいいんですけど、うん、森林壊すっていうのは、環境破壊っていうのは、その遺伝的多様性を小さくするっていうのは、そういう意味もあります実は、はいはい、なので皆さん、まあ、そういったことも大事ですよね。未生系統でまあこう希望があるっていう人見てると思うんですよ、たくさん、はい、で僕もその一人なんですけど、じゃあもう未生やめたみたいな話をする人多いと思うんですけど、まあ、希望はありますよね。でも全然ゼロではないんです、ゼロではないです、そう、限りなくそれを得るのは難しい。でももしかすると、はい、突然変異で、そう、そこはもうね、神様しかわからないんで、そこはもういろんな太陽の紫外線とか、もういろんな環境の変化で突然ね、あの ATGC の T がポンって変わって、一個一個配列が変わることによって、塩基変わることによって合成されるアミノ酸が変わるんで、はい、それで、まあ、作られるタンパク質が変わって、ある日突然めっちゃ強いやつができる、はい、でも大体こういうのっていっぱい起きてるんですけど、この自然の環境に合わないんで、うん、自然淘汰されていくんです、そういった突然変異って。だけどたまたま過酷な、ね、大寒波とかが来て、この突然変異した個体だけが生きてたとかあるとは思うんですよ。でもハスだけとかだったらないんで、うん、もう未生をバーってやってたら、たまたまその遺伝子を持ってるものだけが生きてたとか、根腐れで大雨が降ってバーって全部枯れてしまったけど、その突然変異体を持ってるものだけが生きてたとかはあると思います。そうですね、はい、そう、限りなくゼロに近いけどいや分からないですよ、はい、もうそこはもう、まあでも、うん、例えば、うん、体感性はどうなのかな、はい、例えばこの隠されてた遺伝子、はいはい、親には隠され、何この有あるじゃないですか、あ、はい、劣性みたいなところですよね、今犬性とあれなのかな、犬性と先生、先生、先生か、昔は有性と劣性でしたもん、はいはいはい、のような感じで、うん、こう隠れてた形質がある日ポッて、うんうん、こう親同士掛け合わせた時に、はいはい、このなんて言うんだろう、うん、先生の職の形質がポッて組み合わさって急にポッて出てくる可能性とかももうあるか、まあ、ある可能性はあるけど、あるか難しいよね、まあ、うんうん、そんな簡単な話ではないと思うんで、うん、確かにね、うん、まあまあそれもあるか、だから一番でもやっぱり体感性に強いのを探すんだったら、うん、個人的にはやっぱり一番寒い地域、その原産地で、うん、メキシコの山奥とかね、そういうところから原種探してきて、うん、それと掛け合わせて、うん、どうにか改善できないかって探るのが多分一番手っ取り早いというか、うんうんうん、とは思いますね、やっぱり。まあそうですよね、大体はそういったことですよね、うん、うん、そう、鉱山とか山奥に行って、まあ、アボカドの原種、もしくはその交配できる禁煙種、禁煙野生種みたいなところを獲得してくる、でなんとかアボカドにその遺伝子を組み込む、うん、一種の、はい、そうですね、主観交雑っていうのかな、もし、うん、すごいウルトラシーというかウルトラシーやる、もうもっと細かくやるなら怖い、 怖い、うん、この体感性に強い形質はこういう遺伝型持ってると分かってれば、うん、もう今はもう遺伝子編集でそこだけやっちゃう、うん、とかももしかしたらできるかもしれない、自分は全然そこまで詳しくやったことはないんですけど、うん、でも多分理論上は可能だと思うんで、はいはい、そういうのを、まあ、組み込むのは多分まだ難しい、うん、遺伝子の組み替えって、うん、あの本当にアボカドにない遺伝子を入れてくるとかなると、うん、簡単に栽培許可とか出ないと思うんですけど、うん、今アボカドにあって、うん、それを少しなんていうの、こう自然界でも起こるような変異を起こして、はいはい、なんか
体感性得られるとかのが分かってるんだったらそれをいじるっていうのもありだと思いますけど、これはちょっと個人のできるレベルではないので、レベルではない、うん、そうそうそこはちょっとすいません、うん、あの国の機関とかの話になっちゃうと思います。はい、いや、そうそうそう、ウルトラ C、 そう例えばギャバトマトとかも、まあ、有名な話で、まあ、最近売られてますけど、あの抑制型のギャバ、その副交感神経を優位にさせるようなその、まあ、素材が作られないような遺伝子が働いていたトマトを、それを それを作るタンパク質を切っちゃう、うん、一箇所で、そうするとこのギャバっていってガンマアミノ酸みたいなやつ、名前でしたよね、うん、それがたくさん出てきて、これを食べたらリラックスできるようなトマトになるみたいな、加えてないですよ、外から自分が作れるようなものを切ってるだけなんで、それだったらまあできるかもしれないですね。そうですね、だからその体感性を本来は発揮できるんだけど、でもそれをやっちゃうとなんか都合が、自然の都合で悪かった、うん、本来アボカド、はい、可能性は仮説としてね、はい、仮説ですよ、これ仮説ですよ今は、はい、もしそういう気候になってたらってことですよね。そう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 、体感性を得る時の気候というか、うん、はい、はい、もしかしたら人間も何かしらの遺伝的制御でもう寿命80年しかありません、だけど老化のこういった遺伝的なものを切ってしまえば老化が進まなくなるとか、もう外から入れてないんでとかもあるかもしれないじゃないですか。ね、ないって証明難しいね。悪魔の証明なの。はい。まあそういったことです。であればいけるかもしれないけど、ちょっと難しい。もう僕の範疇を超えますこれは。そうですね。もうラボのレベルなんで。しかも最先端のもう本当に研究者ですね、もうそこまで。そう。体感性の遺伝子変異を調べるとかの話になっちゃうんで。そう。なんかもうこれが現実する未来って、多分ハスが栽培できなくなった未来というか、あ、なんかそのグローバルマーケットがもうやばいぞみたいななった時に資金投入がドーンとされて、よしアボカドの全ゲノムを調べろみたいななって、でどうにかその野生種にもう ないって分かったんで、もうどうにかこう遺伝子組み換えみたいなところに頼らざるを得ない未来だと思う。そこのウルトラシー。そうですね、うん、いやー何の話したんだろう、楽しい、これが楽しい何の話してたか分かんなくなる。あ、そうそう、この動画のテーマとしてはなんで、あの未生アボカドを作ると、まあ、根腐れ耐性が強いものとか耐寒性が強いものとかが、獲得できるかと言われると限りなく難しいと思いますっていうことです、うん、ただ未生の面白さってまあちょっと違うとかね、親と、まあ、カビラ、僕らもオリジナル系統今12個ぐらいあるんですけど、まあ、カビラっぽいけどカビラとはちょっと違うし、そこのちょっと微妙な差を楽しめるとかいうとかだったら全然面白いと思います、アボカドは特に。はい、なのでこういうねこともあるよっていうのを未生でやりたい人は、まあ、念頭に置いて、でしかもあの生物というか、まあ、そういった遺伝学を勉強するともっと楽しくなる。そうですね、うん、それが伝えたかったな、はい、みんなに絶望を与えるみたいな動画に絶望をあげるみたいな動画になってるけど、なんかいやもっと楽しんでよっていうのをあの伝えたかった。そうですね、はい、ちょっと付け加えていいですか、はい、遺伝子組み換えというか、なんか遺伝子を操作することによって、うん、あのみんな結構アレルギーがあると思うんですけど、これもちょっと科学を勉強したり遺伝学とか世界の情勢を勉強するとちょっと見方が変わるかもしれないですよね。そうですね、はい、で、うん、僕も実はオンラインサロンの記事では結構深く書いてるんですけど、あの遺伝子組み換えって結構世界中ではいろんな国がもうそれを使って栽培しているし、最近はあの発展途上国が中心になって作ってるんですよ実は。でやっぱりあの気候変動の問題でその元々ある栽培種っていうのが栽培が作れなくなった。で作れなくなった原因はほんの一個なんですよ。例えば、うん、その、まあ、さっきの根腐れもそうですけどとか、あと、まあ、虫とか、まあ、そういったたった一個の問題で、まあ、コーンの泡の名画とかああいうのをこうクリアできたら全然満足なのになっていうので、その耐性があるものだけを入れてるんですよ。
発展途上国の遺伝子組み換え 作物って、実は日本も遺伝子組み換え作物を栽培できるものはいくつかあるんですよ、うんうんうん、49種ぐらい、ね、実はあるんです。で、熱帯果樹でいうと実はパパイヤ、あれも一種あるんですよ。なんかパパイヤリングウイルスかなんか知らない、ちょっとごめんちょっと詳しくは忘れましたけれども、で栽培できる種っていうのは実は多い、うん、日本もあの農林水産省が許可しているものって実は多くて、でかな、何法でしたっけ、カルタヘナ法、カルタヘナ法かっていうのがあって、この遺伝子組み換え作物を育てた時に環境への配慮が十分に検討されているもの、これを植えた時に周囲の草とかが負けてなんか自然環境が変わらないかどうかみたいなのが検討が終わってるものが結構ある。ただ例えば薬剤の抵抗性があるものとかあるんですけど、日本でその薬剤が認可されてないとか多いんですよね。なので意味ないというか、ああ入れたところで、はい、あとそういった種苗を提供するメーカーがない。遺伝子組み換え作物は許可されてるんだけど手に入らない、うん、手に入ったとしてもめっちゃ高額とか、そういった事情が日本にはあって、うんうんうん、結構あの非常にマイナーなんですけど、あの世界ではね結構作られてるちょっと遺伝子組み換えに関してちょっとあのいやみんなのアレルギーをちょっと、アレルギー、まあでも変異ね、うん、起こってるものを自然界で起こってるのを促進するっていう形だと全然問題ないと思うし、うん、はいはいはい、そうですね、うん、難しいですよやっぱり。でも、うんうん、この辺ね、理解するのはね大事だと思いますよ。でもそうそう、何も分からないうちからもう無理とか、うんうん、判断するよりは実際何が起きやられてるのか、うん、っていうのをちゃんと確認というか自分でこう理解して、それで自分の意見を出すっていうのはやっぱり大事かもしれないですね、うん、そう。でちょっと今聞いてて思ったのは、なんか外国の種苗メーカーが作ったのが日本に入らない理由みたいな、あ、はいはいはい、言ってたと思うんですけど、うん、やっぱり地域地域で問題ってのある何、うん、とかが違うじゃないですか。問題が違う、うん、この作物に対してはこの病気が流行りやすいってのも、うん、この国によっても違うと思うし、うん、日本で育てる植物のピンポイントの問題、うんうん、このシリアスな問題を解決するような遺伝子組み換えって多分今まで日本のメーカーがやってない、日本のメーカーくらいしかやるしかないじゃないですか、うん、多分、うん、このマーケットが日本になってるメーカーさんしかできないんで入ってきづらいっていうのはそれもあるのかなって今思いました。いや、そうそうですね。いやもうまさに日本の問題にやっぱり対処できる遺伝子組み換え食品じゃない、うん、作物だったらもしかしたらパッて入ってくる可能性あるんですけど、それもまだ少ないんじゃないですかね。やっぱ確かにな。いや本当そうですね。日本ってなんだかんだ土が豊かで、うん、雨もめっちゃ降るし、うん、で水の水質もいいし、うん、あの 農業用水がすごい質がいいんで、まあそこそこ育つ、はい、F1 種ぐらいですもんね今使われてるのって。遺伝子組み換えが必要に迫られているかと言われると実はそうではないっていう側面もあるから、まあ、もしかしたら、もしかしてこのものすごい、うん、何稲に米ですね、米にものすごい病気が実 は、うん、あの出てきたみたいな、うんうん、人間のあの COVID とかあるじゃないですか、うん、あのコロナとか、はいはい、あんな感じでバーって入ってきた時に困るかもしれないですよね。でもこの遺伝子組み換えっていう技術というか、うんうんうん、をちゃんと使い切れてるようになってないと、うん、将来困る可能性もあるのかなって思いますね。そうですね、それは非常に考えられる。最初から手段として削るんじゃなくて、うん、一応技術は持っとくみたいな、うーん、の大事かもしれないですね。はいはい、いやマジで思います。なので結構知らないものって怖さを生むじゃないですか。知らないから怖いみたいなところがあるんですけど、うん、まあきちんと知るとその怖い側面とその使える技術っていうのは分離できるんで、うん、ね、世界を脅かすようなことにならないようにリテラシーを高めるためにみんなでその遺伝子組み換えってなんだろうみたいな、うん、アグロバクテリウム法ってなんだろうとか、最近ノーベル賞だったクリスパーキャス9って何だろうとか、この辺をちょっと勉強するとめっちゃ面白いと思います。そうですね、はいはい、めっちゃ専門用語出したけど、はい、僕も勉強したんで、本当に遺伝学とかは研究すれば
本当に面白いと思います、はい、いや今日は深い話になりましたね。そうですね、はい、ちょっとちょっと分かるのかなみんなって難しいかもしれないですけど今度遺伝子組み換えの話をやりたい。みんな悪いね押されみんないいね押してください、はい、いいね押してください、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で最後に宣伝になって申し訳ないんですけど、しんさん YouTube 動画解説して150人達成、登録やっと最近になりました。お祝い動画ですこれは。お祝い動画こんな深いテーマでこれはお祝い動画です。しんさんの動画なんかもっとパーッとしないと、はいはい、しんさん150人いったんでおめでとうございます。いいねボタン、いいタイミングで、いいねボタン、いいねボタン、はい、終われっていう夜、はい、ということで、今日も面白かったダメになってよという方はぜひいいねボタンよろしくお願いします。審査、はい、の動画も概要欄に貼ってあるので、はい、ぜひ見てください。おーい、ではバイバーイ。